でかいやつ。これは嬉しいでしょ。おー、アニメートどうした？カメラオケイン、カメラオケイン、ヤシオケイン、よーさあ、はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちら、アニメートのお楽しみ袋。ちなみに監督なんですけども、2020年にこちら1回開けまして、本番いきます、よーい、カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、用意スタート。アニメイトですね。というわけで、2年ぶりの再会となっております。やっぱこのね、ザ福袋感のあるカラーリング最高です。というわけでですね、早速今回こちらをですね、開けていきたいと思います。監督ですね、この1年アニメをたくさん見ました。こんだけ見ました。はい、このアニメ知識かなり大好きな作品が多いので、できればこの中に入っていてくれたら嬉しいかなと思います。ちなみにガチガチに貼られておりまして、中は見ることが全くもってできる、ちょっとなんか緑色の箱、2000円。果たして何が入ってるんでしょうか。結構重たいんですよね。これくらいの重さです。おお、まあまあなんか入ってますね。でパワーを使ってね、これだ。というわけで取ってきたのが福袋となっております。早速、一瞬ね。おお、いっぱい入ってます。重いやつからいきますか。こいつだ。この重量の半分ぐらい取ってます。いきます。はい、というわけで、鬼滅の刃もちコロリンボックス入れ、しかも監督の推しである、やばい名前忘れた、最悪サビトとマコモ、マコモでございます。これは開けるでしょう。もちコロリンはですね、初めて実物を目にします。こう開けると、ででん、みっちりと入っております。1234561234562、ということは全員分入ってるというわけでしょうかね。ではですね、監督の推しであるマコモを一発で開けたいと思います。これです。マコモがこれです。これ出てるやつが出てくるっていうわけではなさそうですね。一発で当てたいよね、どうしたったら。いきます、いきます、いきます。でん、誰だっけ、ね、玉代さん、玉代さんです。はい、結構もちコロリンってでかいんだね。しかもふわふわ。ナビ、ナビ、うわー、絶対好き。ダメだ、やめて、やめて。これ多分ね、ナビにあげたら1分でピッチャー期待されます。2つ目に選んだこちらを開けていきたいと思います。じゃあマコモお願いします。面がついてるの。でん、サビットでございました。ありがとうございます。というわけで残り4分の1となりました。果たしてそろそろ当てていきたいところです。これだ。面がなかったらマコモではない。面がね、でん、ゲンヤでございました。ちなみにですね、監督がですね、初めてゲットしたフィギュアがですね、なんかこういうちっちゃい UFO キャッチャーで撮ったやつが、なんとゲンヤなんですよね。そろそろ当てたいよ。これ面がね、でん、ユシロー。はい、ちょっと待って、やばいな。逆にこれで当てなかったとしたらすごいし、逆にこの最後の2つ目で当てるのも微妙なんだよね。上、まあ、動画的にはもう最後にしてほしいんだけどな。ここで出たらちょっとつまんないよ。やべ、目あったででーん、マコモちゃん出ました。ありがとうございます。好きなキャラクターでございます。ということは、ラストはグイ、じゃん。はい、おお、白い、ちらっと目が見えますね。はい、で、この時点でもう2000円のもの取れましたよね。監督的にはもうこの時点でも動画を終了していいぐらいです。もちコロリン決めてねば6個全種類セットをゲットしました。ありがとうございます。しかも推しのね、マコモをこのタイミングでゲットできるとは嬉しいです。では次いきたいと思います。でかいやついきますか。なんだこれ、ガチガチのなんかね、アクリルだけどなんか四角いんだよな。じゃん、わからないな。これは映画、はい、ハリーマークスの10周年アニバーサリー、リップリップフライムライブアクセサリーサンド。すいません、ちょっとわからないね。次、大きめな箱。でん、お、鬼滅の刃トレーディングアクリルサンドチャーム、700円するやつですね。でこの時点で5630だからもう3000円分でしょ。いやー、ほんと嬉しい。炭治郎確定なのかな。あ、これボックスだ。ということはこれですね、4900円のボックスが入っておりました。うーわ、めっちゃお得やん。はい、全7種が全て入っているというわけで、これは嬉しいでしょう。じゃあこの中で推しである猪之助と、最近かなり好きになってきた禰豆子、一発で当てたいと思います。7個ありますので、この真ん中にあるやん、来いよ。はい、禰豆子、猪之助、ポン、おし、速攻で猪之助出ました。ありがとうございます。なんか結構猪之助でかいんだよな。お、結構クオリティ高いし、しかも全種類しかもゲットしたし、荷車を押している猪之助ゲットしました。ありがとうございます。じゃあもう次はもう禰豆子ですね。もう端だね。はい、じゃあ禰豆子を出して終わっていきたいと思います。ドン、うお、
無惨来た。無惨様でございます。これだ。はい、義勇さんとなりました。義勇さんでございます。ほっ、よし。はい、いいですね。じゃあ次は、炭治郎行こう。はっ、よし。的中率が高いです。炭治郎でございます。善逸くんと忍さんです。さあ、じゃあね、善逸当てたいと思います。こっちです。はい。おぉ。なんかこの忍さん、目の感じがちょっと違うのか、雰囲気がいつもと違いますね。じゃあラストは、はい。というわけで善逸でございます。これはテーマは何なんだろうな。今年のアニメイトめっちゃ本気やん。新品でかつ鬼滅の刃でしょ。もう大好物でしょ。はい、では次行きたいと思います。おっきなやつ行きたいと思います。これはね、アクリルサンドかな。結構これごっついアクリルサンド。じゃん、素晴らしきこの世界、アクリルサンドネク。あ、これ知ってるけど見たことないんですよね。いや、面白いのかな。次、これもアクリル。アクリル多いよ。じゃん、あ、またさっきの素晴らしきこの世界。これはもう見ろと言ってるようなもんだね。見ます。次、あとはもう怖いね。あ、まだアクリルある。じゃん、星のカービィビッグアクリルホルダー。星のカービィか。結構なんかこれおしゃれでいいね。次、あ、ペンがある、ペンがある。よし、ペン行こう。じゃん、素晴らしくこの世界、440円もする。新品アクリルスタンド。じゃん、お、気にしないわ。トレーディングアクリルチャーム謎解き、クローズド商品いいね。じゃん、あれあれ、え、どういうことだ、これ被ったのかな。同じ絵柄だ。で、ありがとうございます。いいよ。鬼滅好きにはね、今回のアニメとめちゃくちゃいいね。え、なんか、ふにゃふにゃする。うん、これ。でん。落ちこぼれフルーツタルト、緑、ヘボ、1200円。これ何？フルーツタルトっていうアニメですね。ちょっとこれ知らないんですけど、気になりました。後で調べてみます。次。あ、クリアファイルいきます。でん。からかい上手の高木さん、このアニメも気になるんだよ。これね、結構監督最近感動系のね、マット動画っていうのを見ましてですね、これ出てくるんですよ。結構気になる。ちょっとこれもチェックです。次、まああとは小物系ですね。なんかペコペコする。でんでん、おそ松さん、トレーディングカンバッティさじゃん。おそ松さん、わかりません。次、あ、クリアファイルみたいなもう一個あった。でんで、あー、これ見たいんだよ。この素晴らしい世界祝福を。まあ、魔法系なんですけども。いや、これ見よう。これ見よう。どうだ、下地。当たり。次。いや、今年のアニメートどうした？めちゃいいやん。でん、アライブ、ソアラ、マスクケース。これどういうアニメ？ちょっと後で調べてみます。ありがとうございます。マスク収納ケース、実用的。次。あと2つでございますね。あ、これ缶バッチ。でん、でん。エリオライジングヒーローズの缶バッジでございます。あ、でも知らないキャラなんでね。はい、あー、なるほど、名前がわかりません。次、ラスト、でんでん、アズールレーン。あ、これね、監督ががっつりアニメにハマる前に見ていたですね。でん、名前がわからないけども、ありがとうございます。というわけでアニメイトからでございます。今回めっちゃいいね。監督的にめちゃくちゃ嬉しいのは、まずこのモチコロリン3がもう全種セットめちゃくちゃいいよ。そしてこちらも全種セット、まあ、これだけで5000円ですからね。あとは、まあ、マスクケースは普通に使えるし、気になるアニメが来たんで、ちょっとこれはね、早速ね、この素晴らしい世界を見たいと思います。この作品これ見たいです。で、あとこれも見ます。5円なんで見ます。はい、というわけでですね、アニメイト福袋2022、今回購入したのが札幌の店舗のアニメイトです。めちゃいい。はい、というわけでこのチャンネルではですね、監督が大好きなものを中心に徹底的に紹介しております。あと最近福袋動画をですね、大量に投下しておりますので、福袋興味がある方はですね、チャンネル登録をして他の福袋開封を見てください。ちなみにですね、今年で3年目となりますので、福袋動画だけを集めた再生リストも下に作っておきます。リンク貼っておきますので、興味がある方はぜひ年末年始、年末は終わった年始にですね、お時間ある方は見てみてはいかがでしょうか。ではまた次の福袋の動画で会いましょう。このね、作品ね、こちらの福袋が、この、はい、レスコじゃなくて、じゃちょっとまず最初の面が出てきたらもうマコモだよね。ユシロのキャラいいよね。ユシロとタマヤさんのコンビめちゃくちゃいいよね。俺の中でね、監督一番好きなのはルイですね。ちなみにこのモチコロリンとかいくらすんの？売ってるけど見たことないんですね。福袋だ、アップデートだよ。